倉敷作陽大学作陽音楽短期大学の音楽デザイン専修生による作品発表会未来への扉が20日に開かれました。この作品発表会は学生が在学中に培った技術や感性をオリジナルの楽曲と映像で表現するものです。2年間の学生生活の集大成を発表する場として毎年卒業を控えたこの時期に行われています。今回は10人の学生が作品を発表し、今抱いている感情や学生生活で得た友人などへの思いを作品に凝縮していました。君に言いたいことが腐るほどあるけれど、それももう言えないな。君が遠すぎるな。他人のことって自分には分からなくて、どんだけ言葉で表されても伝わらない部分が多くあるなと思いまして、そういうセンチメンタル感を音でもメロディーラインでもしっかり出せてる曲だとは思います。登下校中とか街に出かけたタイミングでカメラ回していっぱい素材を集めて選びました。入学当初に、その暗闇のどん底に私落とされて、その時に周りのみんなが励ましてくれて明るく前向きになれたというのを表現して作りました。みんながいてくれて本当に良かったなと思ってます。アイドルソングを作ろうと思って作って、で曲の内容は、ちょっとストーカー気質の女の子が好きな人に向かってまっすぐに進んでいくという曲です。画面のフィルターとか画面の切り替わりでなんかキラキラさせたり、そういうのでアイドル感を出しました。振り付けもメンバーの一人の子が全部考えてくれて、ちゃんと曲に合ったものを作ってくれて良かったです。すごく学生の作品は音楽デザイン専修の YouTube ページで視聴することができます。